こういう枕でもいいんで、腰のところにこう、まあ、座布団のベース丸めてもらって、こう高さが必要なんで、ちょっとで、クランチってあるじゃないですか、こう仰向けになって、ね、ちょっと足上げてもいいですけど、こうで、これちょっとね、ストレッチがないですよね、収縮だけするじゃないですか、はい、なんで、やっぱ筋肉ってストレッチがあって収縮があると圧倒的に効きも良くなってくるし、はい、まあ、ハードさも出てくるので、これね、まあ、ハンポールでいいんで、これを腰のちょっと上の方ですね、はい、どこの位置かっていうと、要はお腹の上が入れることでこう今ストレッチされてます、はいはい、まずはこの体勢作ります、はいはい、で、お尻はこの状態で浮いちゃうと腹筋伸びないんで、はい、お尻を落として、はい、これちょっと横から取りますか、はい、お尻ついた状態で腰ですね、はい、ここ今伸びてます、はい、でこれスタートですね、はい、でここから、丸めるんですけど、まず肘を、肘じゃないですね、手を頭の後ろに置きます、はい、でこのまま息を吐いて、はい、丸めるんですけど、これ収縮の角度これでいいです、はい、でこれ何がきつくなるかというと、ストレッチの時に、はい、まずね、肘開きます、はい、で、顎を上げます、はい、で顎を上げてぐーっとギリギリまで、要は肘が床につかないですね、肩が、はい、どこまで行って止まって、この顎を上げる動きですね、こうするとここにすっごい負荷が入って、ちょっともうきついんですけど、こっからこう息吸って吐きながらす、でギリギリ顎を上げて、これギリギリで頭をでつかないようにして、止まって、そっからす、起きなくていいです、丸まるだけです、肘開いて顎を上げといて、っていう感じです。これ僕演技じゃないですかね、今。これ、あの、まあ、聞かせるのが、まあ、まあ、自分で言うのもあるんで、上手なんで、こうなるんですけど、うん、まあ、10回はまずできないです。1回できない。できないですね。で、こういうのはやっぱりね、回数ができる人って、あの、まあ、腹筋が強いかもしれないですけど、あの、基本効いてない場合が多いんで、こういうのは回数ができないようにした方がいいですね。うん、で、今の、まあ、ポイントを押さえてやってもらえれば、ポイントは2つですね。肘を開く。閉じるということを、顎を上げる、顎引くっていうのを、肘の開きと同時にやってもらうと、非常に腹筋に、うん、ストレッチで重さが乗っかるんで、はい、もげるようにいきますね、うん。